ご両親にはカミングアウトしたの？したんですよ。したんだ。そのね、あの三者面談の時に言ったんですよ。就活の虎。虎の社会見学。はい、皆さんこんにちは。就活をしなかった人々シリーズです。今日はですね、この間のあのめぐこと同じ店のるいちゃんにお越しいただきました。ようこそ。ありがとうございます。どうもどうも。はい、るいちゃん、はい、あのこの間めぐこにも聞いたんですね、はい、あの LGBT って何って聞いたんですけど、るいちゃんはニューハーフっていう、そうですね、ことでいいのかな。LGBT だと、うん、T の T トランスジェンダー、ちょっと前までは LGBT だったんですけど、はい、今最近あの LGBTQ って Q が入って、 Q って何ですか？そうなんですよ、 Q ってあの、うん、クエスチョンの Q だと私も曖昧なんですけど、はいはいはい、クエスチョンの Q でその、はい、自分がその何が何だかわからない、あ、そういうことか、っていう、未だに分かんないっていう、そう、悩んでる人たちのことを Q っていう。あ、そうなんだ、うん、自分がねこうなんじゃないかなっていうふうに自我が目覚めたっていうか、それっていつ頃だった？小学校1、うん、2年ぐらいですね、うん、幼稚園の時とかは別にその先生を見ては可愛いなとは思ってたんですけど、うん、遊んでるものがその戦隊ヒーローごっことかやって、うん、出ても私だけそのピンクとか言ってたりとか、なるほど、そのおままごとごっこしててもなんか自分だけその女側の方にいて、うん、でその幼稚園の通知表じゃないですけど、うん、そのゆうすけくんは、うん、ゆうすけ、あ、やだ、そう、本名ゆうすけなんですけど、はいはい、ゆうすけくんは、うん、いつも女の子とばっかり遊んでます、うん、男の子と一緒に元気よく外で遊びましょうとかすごい書かれてたりしてたんで、ね、その頃から毛はあったと思うんですけど、うん、自分が、うん、あって思ったのは小学校2年生の時に、うんうん、はい、学年が上がって、はい、クラス替えして、はい、その席替えってあるじゃないですか、うん、で席替えで女子男子女子男子っていう感じだったんですけど、うん、私だけこうパッて見たら男性男の子だったんです、横がね、そうパッて見た瞬間、うん、もうはっドキッてして、ああ、でそれでそこからあれおかしいなってどんどん思い始めて、うん、もう小学校4年生ぐらいの時にはもう、あ、男の子が好きなんだ私って思って、なるほど、そこから4年生からもう男の子を振り向かせたいと思ってたから、うん、もう私女になればいいんだって思って、うん、もう女街道ですよね、もう服装を女の子にするとかはあんまりなかったでしょ。そうだからね、その時もその黒いニーハイソックスとかがすごい流行ってて、女の子はみんなそのニーハイソックスにして、うん、あのスカート履いてだったんですけど、私の場合そのニーハイソックスをその買ってもらって親に、はい、何に使うのって言われてすごい言われたんですけど、うん、もう全然あの、まあ、普通に寒いから履きたいだけだよとか言って、うん、まあ、親もねそんな気づいてないと思ったから、うん、そのまあ、一応短パンですよね、半ズボンだったんですけど、はい、その上からこうニーハイソックス履いて、はい、あ、女みたいなノリでやってましたね。中学高校も服的には男の子、そうなんですよ、だからそれでね、うん、もう中学に上がって、うん、で なんと私実は小学校の時に岡場友達がもう一人いたんですよ、同じ学校に、そう、同じ学校、同じ学年に、で、あのその子と一緒に、まあ、仲良かったんですけど、うん、まあ、その子とキャッキャしてたから、え、わかる、この可愛いよねみたいなノリでやってたから、もう全然そのいじめられるっていうか、そのお前女やなやしてんだよとかは男子生徒とかからね言われてたんですけど、はい、別にその友達がいたし、女友達も結構いたんで、うん、もう全然その明るい小学校生活だったんですけど、で中学校に上がって、うん、同じ小学校にいた子と、うん、もう一校近くの小学校が、うん、合併じゃないけどこう両方から来るっていう中学校、あ、よくあるよね、そう、はい、でそうしたら中学校上がったらまた一人増えちゃって、同じ学年に岡間友達、そう、岡間友、岡間友が増えちゃって、いや、あんたもみたいな、
ノリで。そのぐらいの確率でいるんだよね。いやでも中にはやっぱり未だにその男子校とか行くとね、うん、いるっていうんですけど、うん、あの男の子が好きな子とかが、はい、でもやっぱり隠してるって言いますよね、うん、私はたまたま3人になったから強かったって。だからもう学校中ではもうおかまさん姉妹とか言われて。あ、じゃあ変な話、あんまりいじめもなかったんだ。いじめっていうかもう先生とかからはやっぱりおい中世この野郎とかね。ああ、そういう時代だったんで、そうだね、今だともうその問題になっちゃうと思うんですけど、はい、もうその頃もう先生もまだしないとかをね、長い定規で叩くとかいう時代だったんで、もうおいこの野郎おかまとかすごい言われたんですけど、もうこっちも強気、3人いるから強気だから、うるせーとか言ってもうノリノリで。で中学校の時ブレザーだったんです、はいはい、で女の子はリボンなんですけど、で私たちはネクタイなんです、はい、でネクタイなんだけど、そのネクタイをリボンの形にして投稿したりとかしてましたね、中学校。ゆうちゃんね、最終学歴は何ですか？中学校までなんですよ。高校には最初から行かなかった？そうなんです。その進路相談って3年であるじゃないですか、うんうんうん、その時にもう私はどうしても女になりたいと思って、はいはい、であの親とも相談して就職するかどうするのかみたいな、先生とね。その時はご両親にはカミングアウトしたの？したんですよ。したんだ。そのね、中学校の段階で三者面談の時に言ったんですよ。先生の前で。おお。たら親もびっくりしちゃって、なんか私召されになるって言っちゃったんですよ。もうだって高校行ってもきっとその3人のあのおかまちゃん友達の中のみんなバラバラになるじゃないですか。もう髪の毛もねこんぐらいとかあって、で。やっぱ絶対いじめられると思ったんです、うん、男子校とか例えば行っても、いやもうこうなったらもう働きたい、女として化粧して、スカート履いて働きたいと思ってた気持ちがその三者面談の時に出ちゃって、私ミスターレディになりたいんですって言ったら、で結果的にじゃあ高校には進学せずに働いたの？働いたんです。まずそのきらびやかにそのお化粧品とか、女物の洋服を買うに、そのお金がかかると思ったので、まずねその今だからいいんですけど、中学3年のもう終わる頃からですね、その喫茶店に16ですって言って働かせてもらってて、中学卒業して半年ぐらいで、そのニューハーフのお店ですか、いっぱい電話して、でその16じゃダメなんだけど、もう何十件も電話して、最終的に、最初はですね、私あの練馬区出身なんです、はいはいはい、で練馬にずっといたんですけど、もうねやっぱり新宿のお店とかそういう本があったんですよ、であのミスターレディ募集みたいな、片っ端から電話したんですよ。もうでもあら16は無理よって、もう全部大体その断られて、何十件も、いやどうしようと思った時にパッてめくったら、そのきらびやかな華やかなこう衣装をまとった人たちのそのショータイムの写真とともに、まああの大宮だったんですよ、埼玉県。埼玉の大宮。そうなんです。で寮完備って書いてあったから、まあ寮でもいいから、もうどこでもいいからその女の格好して働きたいと思ってたから、もうそこに電話したんですよ。たらそこの人が、じゃあとりあえず顔出してって、その一生懸命やりますんでって、もうこっちも、あの熱意を伝えて、で行ってみたら、あのまあ可愛かったんだかなんだか分からないけど、はい、16か、そうですね、16ですね。わかりました。じゃあこの話の続きは次回。次回、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえママ、ガチドラと就活版のマネーの虎、参加者募集してるんだって。しかも就活生にはこの虎の就活、虎の巻プレゼントしてるって書いてあるよ。え、何？ちょっと見せて。ほら、え、これいい。やだやだ、ちょっとウケる。これは絶対登録ね。ガチドラは三角企業様も募集中。詳しくは概要欄から。バイバーイ。